ギボ先生 2! Next session is ギボ。ギボ駅来ました。ギボレール企画。今日はギボ駅。ギボがレポートをギボしたいと思います。さあ、この辺はね、まあ、首里城ですね。首里城に行く方はギボ駅か、まあ、首里駅、どちらからでも行けます。まあ、歩いていくんだったらね、首里駅か義母駅がいいんですけど、義母駅の方が結構あの景色というか、あの街の感じ面白いです。義母駅からぜひ首里城に行く際はね、歩いて行ってみてください。もうこの辺はね、まあ、僕その首里城の下の芸大出身なんで、もう学生時代はいつもこの辺を。庭ですね。首里は結構ね、あの昔ながらのそのお菓子屋さんとか、なんかその醤油屋さんとかね、いろいろこう伝統的な、ね、老舗のお店も多いです。面白いです。じゃあ義母駅に乗ります。首里城燃えちゃったんですけどね、もうまたね、近い将来あの復元しますんで、ぜひ、まあ、今ねもう首里城燃えたところも見せようということで、あの結構あの有料で、あのそれも見れますんで、まあ、今しか見れないという意味でね、その、まあ、ちょっと焼けてしまった首里城も見ながら、また完成した首里城もね合わせて見に来てほしいと思います。今日は首里城ですね。結構首里城見えます？ちょっと見えるね。で、車道復元してますけど見えるかな。結構首里はね、気づいた方いますかね、この瓦屋根、ちょっと景観を、ね、意識してあの家を建ててる家も多いので、あのやっぱり綺麗ですね。あのちょっと赤瓦のあのこの建物もそうですけど、そういう景観条例もあったり、あまり高い建物が建てれない低層地区になっているので、結構街並みも綺麗ですね。那覇の街も一望できますね。ただいま義母駅におります。感じちょっと違うんだけどね。こっちは人弁の義母、私は浮かんむりの義母、よろしくという感じですね。そことこよろしく乗ります。義母駅行きましたね。義母駅は何でしょう。これも名曲よ。これも義母チューブでやってますね。これまでに芭蕉布、三拍子の沖縄の代表的な歌でございます。まあ、まさにね、これなんかはその首里の古城の石畳という歌詞なんかも歌に出てきます。まあ、そういった首里にちなんだということでこの曲をチョイスしているのでしょう。義母駅からはね、首里城にアクセスもできますし、まあ、首里はね、それ以外にもいろんなね、少しまあこのロケ地でも紹介しましたけども、あの義母まんじゅうとかね、まあ、いろんなその老舗のお菓子屋さんとか、あの染め物屋さんとかね、あの着物とかいろんなものがあの首里残ってますので、あの街並みもいいんですけど、そういうお店もいいですし、まあ、やっぱりね、もうなんといってもやっぱシンボル的な首里城。まあ、今ちょっとね、燃えちゃいましたけど、またね、首里城ね、またその
今現在の首里城も公開してますんで、よかったらね、今しか見れない首里城っていう意味でもまたね遊びに来てほしいと思いますし、また完成してもね、ぜひまた首里城を新たに見に来てほしいなと思っております。義母駅はバッシュオフございました。また来週。